こんにちは。今日は災害時に覚えておくと役に立つ手話をみんなで覚えましょう。逃げて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 。危ない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 。ここで待ってて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 。どうしたの？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 助けましょうか？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 大丈夫？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 痛い？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 皆さん、いかがでしたか？いざという時のために、ぜひ覚えてくださいね。